電車はよく乗ります。あー、ということで今回は2番線というホラーゲームやっていきたいと思います。またもや8番出口のパチモンみたいなやつが出てるんで、今回2番線というホラーゲームやっていきたいと思います。さあ、まずは注意見ていきましょう。異変を見つけたらすぐ戻りましょう。駅構内で不審なものを見かけた際にはすぐにお逃げください。 C7 の出口を目指しましょう。この看板が見えてる場合、ここでは異変が起こりません。ということは、これがなんていうのかな、異変が起こってない状況ですね。うわ、これどこの駅か当てれるワンちゃん。メトロ飯田島駅ホーム、全然わかんねえや。ただこの M ってやつはおそらくわかりません。うわ、男の人もいる。見て見て、この人、うわ、蹴ってるわ。何、身長高っ。いや、こいつ目がやばい、こいつ目がやばいぞ、マジで超怖い人いる。なるほどね、飯田島ってね、飯田島方面の電車行くのかな。え、これ1番2番ってさ、こうワンチャン駅当てれそうだけどね、私は分かんないけど、多分都営大江戸線だよね、これ多分。私駅よく乗るから分かるよ。赤が大江戸線で緑が山手線なのよ。で、山手線と大江戸線が一緒の駅ってどこにありますか。シンプルに分かりません。
か全然ありそうだけどね。こういう時は大体戻るんですよ。はい、私には分かります。これワンチャン勘でいけるからね。2の7乗分の1でかいけるから。こっち進んでない、マジで進んでないんだけど。これ本当に分かんない。こいつ相変わらず怖いんだよな、顔。でもリアルに何も変わってないんだよ今のところ。真面目にね。真面目に何も変わってないよね。こうポスターが変とかそういうのも全然ないし、はあ、何も変わってないね、これ。マジでこれ進んでみようかな、じゃあ。いや、でも一応こっちのポスターも確認。いや、変わってない。ガチ東京じゃん、これ。もう地図見たら東京ってわかるわ。うわ！すげえ！めっちゃなんか、忠実に再現されてる。豊洲。新宿だ、新宿。代々木。国立競技場。青山一丁目。六本木。麻布十番。これ、なんだろう、赤羽か。赤羽。うわ、なんとか山ってなんだろう。夕浜。あ、じゃあこれ、汐留みたいなところだ。門前仲町もある。仲町か。うわ、めっちゃおもれ。やっぱ東京の駅って感じするわ。なんでみんな戻ってって言ってんの？じゃあ戻ろう！ホームの、何？ホームの色が違う？ホームの色？とりあえず戻ろうかな。みんなが戻ってって言ってるから。こっち。上進んでる！お前ら最強だろ。あ、ほんとだ。赤色だ。さっき緑色だったもんね。電車短い！めっちゃ電車短い！車3番まで来た！いや、難しい、これ、ほんとに。いや、まあ、東京の電車がこれぐらい長い。ここは何も変わってない。さっき青色だったの、あたし。ちょっと見えてないな、色。おっちゃまいからず、ダンカンバカ野郎。めちゃめちゃツッコミ入れてるやないかい。これさ、一つの駅がさ、違うとか言ったらわかんないからね。秋葉原とかもあんのか。おかちまちもある。最初読み方わかんないんだよね、あれ、おかちまち。かわいい名前してんのよ、おかちまちって。響きよくない？私、おかちまちっていう言葉好きだもん。人生で一番ね、ピンときたというか、なんか、響きいいなと思えた言葉だな、私の中で。さあ、これも変わってないかな。エイリアンもいるね。とりあえず、こっち側のホームも見よう。こっち側のホームもワンチャン異変がある可能性がある。いや、これは異変ないんじゃない？多分。これは進んでみようかな、一旦。いや、失格じゃねえわ。せっかく C のさ、3まで来てるから、4まで行きたい。これ進んでいいと思う、私も。こっち。よっしゃ、来た！ C4 だ、C4! いや、いいね。電車もこれ長さ変わってない。緑色、赤色。緑色の線はないかな、ないのかな。あ！意見があれば、引き返せ、戻れって書いてある。こんなもの書いてなかったよね、多分。え、これはさ、書いてないよね、普通。これは戻るでしょ、シンプルに。ほら、引き返せ、戻る、異変を感じたって書いてあるもん。あれ、こんなん書いてなかったよね、多分。書いてあったかーい！やべ。私のお猿が。書いてあったんかい。どういうドッキリやねん。あ、書いてあったんだ、こういうの、もともと。うわ、マジか、シンプルにミスった。まあ。気を取り直してやっていきましょう。おっちゃん異常なし。電車もオレンジ色で異常なし。長さも問題なしかな。長さも問題なし。飯田島。ビッグ江戸線。ほら！東映大江戸線じゃん。話すごくない？しっかり当てるんだよ。もう東京シティボーイだからね、私。
ったかな、ちょっと違和感を感じたけど。え、電話が回ってきてる。こっち。なんか極の番みたいなやつにやられたんだけど。電話出ちゃいけないの。電話に電話っていうさ、ことわざがあるじゃん。ことわざじゃねえよ、ダジャレか。あれ出たらダメなんだ。極の番、渦巻きじゃねえ、なんだっけ。あ、じゃあれだわ、全然名前が出てこないわ。極門鏡開門しちゃったわね、おじちゃん。しまくぞカス。あ、東映大江戸線、山手線、山手線を走り抜けて通勤ラッシュ、なんのその、懐かしいな。やばい、逃げろ、絶対に逃げろ。極の番が開門するぞ。やばい、これ戻るやつだ。電話に出ちゃいけないやつね。はいはい、もう騙されませんよ。私が騙されるわけないでしょ、ポチ。危ねえ、騙されるとこだったぜ。ほんと可愛い子からのね、あの降臨、降臨はもうすぐ出ちゃうんだから私。こんなアナウンスなかったよね。こんなアナウンスなかった。黄色い線まで下がってお待ちくださいはなかった、なかった。このゲームではなかった、こっち。はい、正解、素晴らしい。だんだん慣れてきた。あれ？あれ、アナウンスってあったっけ？またアナウンスあったんだけど。あ、アナウンス？なに？なに？なに？危ねえ！おい！危なすぎだろこれマジで。まあでも分かりやすい異変でよかったわ。あっぶなマジで。さあ素晴らしい、今 C の4まで来た。 C4 よ、え、いや、何でも変わってないか。おっさんは、おっさんは特に異常なし。うん、変わってないね。あと宇宙人見るぐらい？ポスターも変わってない。よう伸びた！野球しようぜ！こっち側もマジ変わってないんだよね。異常なしだね、これは。これは完全に異常なし。これは進むか。いや、これは絶対戻らない。だって異常ないもん。いや、いないいないね、ポチ。オッケー、 C の動きだ！素晴らしい、私！おじちゃん異変ないかな。あー異変ないね。おじちゃん異変なし。うん、大丈夫そう。ここも問題なし。ちょ、電気が暗くなった時の対処法がわかんない。あいつから逃げ切れるかな私。え、これも異常なしじゃね、多分。これ異常なしだよね。これは全くもっての異常なしな気がするんだけど。え、マジでわかんない異常。え、私の影キモくね。あ、キモくないわ。うん、マジで異常ないね。これは進むか。2連続進む、ちょっと怖いけど。電車の前が変だった？本当に言ってる？そんなバカなことある？どこが変やねん。
多分。よし、行こう。え？行きます、ポチ。オッケー！シード6まで来た！あれ、なんかじいちゃんのバカ野郎の頻度高くない？ダンカンバカ野郎。ダンカンバカ野郎。ダンカンバカ野郎。いや、こんな感じか。こんな感じだったかな、じいちゃん。あー、え？こんな名前だったっけ？新天西口？え？これさ、名前違くね？何新天西口って？古宿領地って？これ違うよ。一番線は新宿方面と、あれだよ、東京都庁前だもん。これだから違う気がするんだけど、私。あ、でもここには新宿西口とか都庁前って書いてあるわ。なるほどね。まあ今のところ異常はないかな。最後に言いたいことがあるんだ。聞いてくれ。君の瞳に。Hey guys!